こんにちは、あふみです。本日はですね、明日の12時から開催の魔法石10個限界突破スーパーゴッドフェスのラインナップにね、あるキャラたちが、能力調整されてたり進化情報が新しくあるので、そちらを見ていこうと思います。はい、こちらですね、まあ、この辺は別の動画でねご紹介しているので、ぜひそっちを見ていただきたいんですが、この下ですね、はい、ここからです。なぜか転生ルミエルが、超転生してまして、しれっとね転生しております。見ていきましょう。覚醒超コンボが3つ、闇たこ焼きが4つで、指が1秒分とチーム回復強化が1つついております。結構ゴリゴリ火力マンになりましたね。で、超覚醒がバインドスキブ超コンボ毒完全耐性で、暖房が1つあります。まあ、ただね、まあ、小学生でバインドスキブあるとは言っても、やっぱり、まあ、若干の使い勝手の悪さ、封印とかも含め、スキブも少ないですし、スキブ取ったらバインドなくなるしっていう感じで言うと、若干の使い勝手の悪さはあるかなと思います。で、スキル一旦の間ダメージを半減、全員の攻撃力が2倍、全ドロップのロックを解除し、火、水、気、闇に変化が7ターンで打つことができます。まあ、半減もあって、攻撃力2倍もあってロック解除すごく偉いと思うんですけど、まあ、ジンがね回復を作らないっていうところは若干気にはなるかな、個人的にはと思います。まあ、ただやっぱり覚醒も含め若干使いどころの悪さを感じるっていう感じですかね。はい。で、リーダースキルは神タイプの HP が4倍、闇の2コンボ以上で攻撃力が18倍、5コンボ加算ですね。まあ、リーダー的には使うことはないのかなっていう感じですね。はい。そして、既存の風神ですね、こちらも強化が来ておりまして、覚醒がどうなったんだ、スキブ増えてんな。スキブ増えてて、しかも超覚醒でまた増えてるんで、スキブ6になるんだ。なんかすごい調整が入ってますね。まあ、その分7コモ強化が1個消え去ってますね。ちょっと火力的にはちょっと落ちてますけど、まあスキブ要因として、まあ、あとダブル吸収要因として使われるのかなっていう感じで、ステータスとしては攻撃力結構上がってるんですけど、まあなかなか使うのは難しそうっていう感じですかね。で、リーダースキルも、変わっておりまして、攻撃タイプの HP が 2.5 倍から 2.6 倍に変化していて、攻撃力も20倍から24倍に、あとまあ2コンボ加算が3コンボ加算になっておりますと、まあ 2.6 倍軽減なんで、まあなかなか使うのは難しそうかなという感じです。はい。そして雷神も既存のキャラが能力調整来ております。こちらはですね、こちらも7強が1個取られておりまして、その分ウェイがかなり増えてますね。もともと3つだったのがウェイプラスが4つということで、まあ、8個分になっておりまして、まあ、火力的にはかなり上がっているんじゃないでしょうか。ステータスも攻撃力3000ぐらい上がってるので、しっかりね火力出していけそうですね。で、スキルも変わっております。回復力2倍だったのが3倍に変わっているかな。はい。まあ、それだけかな。はい。それだけですね。リーダースキルが攻撃タイプの HP が 2.5 倍から 2.6 倍に変化。で、攻撃力も24倍から26倍に。で、軽減率が 30% から 35% に変わっておりますが、まあ、ちょっとね、使うことはないかなっていう感じですね。はい。そして、既存のプレーナですが、こちらも能力調整来ております。7コンボ強化が超コンボ強化に変わっておりまして、まあ、超覚醒含めて3つ超コンボ持てるんで、そこそこ火力出るかなという感じですね。で、スキルやリーダースキルに変化は特にありません。はい。そして既存の有利ですけども、こちらはですね、こちらも7強が1つ超コンボに変わっていますので、まあ、こちらも同じくちょっと火力アップしたかなという感じですね。はい。スキル、リーダースキルは変わりありません。はい。そして既存のロシエですけども、こちら結構変わっておりますね。覚醒スキブが増えて、で、封印そのまま、指もそのまま、で、ウェイが、4つだったのが6つ分に変わっております。まあ、4から6はね、結構違うんじゃないでしょうか。ただ、まあ、スキルだったり、リーダースキルに変化はありませんと。はい。そして、水の方のロシェですけども、こちらは 50% 以下が増えてますね。1個増えたのかな？
まあ、ただ1個増えただけでもかなりの火力アップじゃないかなと思います。まあ、でもこの辺はあれですね、火力は上がってるけどスキルタッチはあんまり変わらないんですね。はい、そしてジュンブライドのエスカマリですけども、こちらも覚醒変わっております。超コンボが1つ増えて、でその代わりに、元々あった枝豆が超覚醒に移動してますね。なるほど。まあ個人的には全然ありじゃないかなと思います。エスカマリね、ちゃんとね42億出て、たまに光の周回パで使ったりするんですけど、まあ、枝豆もね、周回だと必要だったりするので、そこはまあ選べるという形でとてもいいと思います。そしてステータスもそれぞれ上がっておりまして、リーダースキルも変更があります。神とマシンタイプの全パラが 3.5 倍から4倍に増えておりまして、その下のリーダースキルは変わってないですかね。はい。まあただ4倍あるとはいえ軽減とかね特にないので、まあリーダーとしては使わないかなっていう感じですね。はい。そして花嫁シアトですが、こちらも結構な能力調整もらっております。もともとウェイが5つだったのが、こちらウェイプラスが 1,2,3,4,5ということで倍ですね、倍の10個に変更されております。一番強化もらってない。その他の覚醒には、特に変化はなく、リーダースキルは変わっておりまして、神とマシンタイプの HP と攻撃力が、2.6 倍から3倍になってますね。まあ、他は多分変わってないっぽいので、まあどうなんですかね、ちょっと回復倍率とか、まあ、軽減もね 25% なんでちょっと安定しないかなという感じは正直ありますね。はい。そしてデネボラですけども、こちらも覚醒が、変わっております。無効貫通が入ってますね。7強がなくなって無効貫通が入りました。で超覚醒に変化はなく、ステータスが、攻撃力結構上がってますね。でリーダースキルも変化があります。なんとリーダースキル76マスになってますね。まあ、他に書いてあること的には変わらないですね。ただ76マスになったっていうところで、76採用あるんかな、どうなんでしょう。はい。そして、水着メタトロも、封印が1個消え去っているね。で超コンボがその代わりに増えていると。で超覚醒に封印はあるけども、まあスキブ4封印2っていう強みはちょっとなくなってしまったが、ちょっと火力に特化したっていう感じですかね。はい。リーダースキルは攻撃倍率が24枚だったのが30倍になったのかな。まあ結構違いますね。まあただね、神と回復タイプで回復ドロップで5万以上回復するとなので、かなり難しそうではありますね。はい。そして最後、転生ルミエルも調整が入っております。バインドがギュッてなって指も増えましたね。でウェイもウェイプラスに変化していて、超コンボが増えたっていう感じですかね。まずスキルもね変わっておりまして、まあこれはあれかな、さっき紹介した超転生ルミエルと多分同じスキルだと思うんですけど、まあ一旦縮まって、あと攻撃力ね上昇、全員の攻撃力2倍も入っているって感じですね。でリーダースキルも変化があります。闇の全パラ 3.8 倍。なるほど。もともと攻撃力と回復力 2.5 倍だったのが全パラ 3.8 倍で、操作時間が2秒延長で、その下の攻撃力とかは特に変わってないって感じですかね。ということで以上、明日からのゴッドフェスに登場するモンスターたちの能力調整をご紹介しました。まあ、個人的になんかこいつがめちゃくちゃに強いっていう感じのいい能力調整はあんまりなかったかなと思うんですが、まあ、ちょっとね超転生ルミエルとかちょっと火力見てみたい気持ちあるので使ってみようかなって個人的には思っております。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではさようなら。